南リアス線は岩手県大船渡市の西駅と釜石市の釜石駅を結んでいた三陸鉄道の鉄道路線である。日本国有鉄道の特定地方交通線であった西線と日本鉄道建設公団建設線を引き継いで開業した。2019年3月23日、北リアス線及び山田線の一部区間と共にリアス線となった。 太平洋に面する三陸海岸沿いを走っているが、ほとんどの区間を長大トンネルで抜けているため、海が見える箇所は駅の近くなどに限られる。沿線の海岸は路線名にある通りリ,リアス式海岸となっており、沿線が海岸段丘である北リアス線とは対照的となっている。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震発生以来前線が、 普通になっていたが、2013年4月3日に、聖、吉浜間が運行を再開し、2014年4月5日に、吉浜釜石間の運行を再開した。2013年4月3日は、聖吉浜間で、臨時列車のみ3往復が運転され、翌4日からは、同区間に1日7往復の定期列車が運転されていた。2014年4月5日の、 全線運行再開時からは1日9往復の列車が運転され、2016年3月26日のダイヤ改正で1日10往復に増える。車両はクウェートの支援で購入した36から700型が使用される。編成は基本的に1両編成である。震災前の運行形態は、左官釜石間の各駅停車が中心で山田線を経由して、 三陸鉄道北リアス線、九字駅からの直通列車が一往復設定されていた。このほか、リアスシーライナーなどの大船渡線、東路線、山田線、北リアス線、八戸線といった三陸海岸沿いの各路線を通り抜ける臨時列車も設定されていた。聖鎌石間の列車は、南リアス線運行本部所属の36から100、軽機動車、 左官九次間の列車は、北リア線運行本部所属の36から100.200線100.1200系機動車が使用されていた。なお、2009年3月14日、改正以前は、西宮古間の列車と一部の西釜石間の列車で、JR 東日本森岡車両センター所属のキハ100系機動車が運行されていたが、直通運転の削減により、 船内での運用は消滅した。キハ100系で運転される列車の場合、運賃箱を使用せず運転士が直接、運賃徴収を行っていた。また、南リアス船内のみ走る列車は、基本的に一両編成となっていた。改正鉄道不設法別表第7号に規定する、予定線岩手県、山田より釜石を経て、大船渡に、イタリル鉄道の一部であり、 山田釜石館は1939年に山田線の一部として大船渡、聖館は1935年に大船渡線の一部として左官、吉浜間は1970年及び1973年に聖線として開業した。しかし、国鉄再建法により、聖線は第一次特定地方交通線に指定され、日本鉄道建設公団が建設中であった。 吉浜釜石間は工事が中断されたが岩手県などが中心になって設立した第三セクター三陸鉄道が機械業区間も合わせて引き受けることになって工事を再開1984年4月1日西線の三陸鉄道への転換と同時に開業し同社の南利圧線として全通した三陸鉄道では2009年4月より北利線の九時宮古 南リアス線の釜石、森の4駅の命名権を募集しており、同年8月27日から1年間釜石駅に南部酒コンドロイチン、釜石駅の愛称が付けられていた。生鮮に関するカテゴリー。ありがとうございます。